ってことが、できると思います。で、海外移住された方からですね、海外情報を発信したいですと。まあ、海外行った後のこと、もしくはロングステイの間のことだと思うんですけども、この方はですね、まあ、ライブ配信でできますかと。あと、YouTube 利用。あと、まあ、ネットメディアですね。まあ、様々なネットメディア。まあ、リールとかですね、例えば LINE ブームとかですね、いろいろ要はもう動画でコンテンツ配信って当たり前になってますよね、TikTok も。なので、海外の情報、海外は入るんですよね、そのビジュアルが。やっぱり日本人が、海外移住したいって方も多いですし、やっぱりコロナはなかなか海外にパッといけないというところもあって、海外のビジュアルっていうのはすごく入るところはあるので、どん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 ライブ配信を、していくといいと思います。まあ、ライブ配信はですね、やっぱり臨場感があってすごく人気ですし、さらにその撮った後ですね、YouTube の動画として保存してずっとあなたの、集客をしてくれるってことで、このライブ配信は特におすすめです。YouTube のライブ配信は使いやすいのでいいですね。